え皆さん、えー、こんばんは。こんにちは。ストーリーエフェクト代表の森田淳平と申します、えー。普段は映像作家として、えー、アニメーション作品の監督などを、えー、務めております。えー、今回は、Unity を使ってショートアニメを作るというテーマで、えー、お話ししたいと思うんですけれども、えー、まずはちょっとこちらをご覧ください。 はい今ご覧いただきましたのは、ほぼすべてユニティで作ったショートアニメになります。最近は僕自身こういった作品を多く手掛けるようになったんですけれども、もともとは僕自身実写畑の人間でして、なのでそこからなぜこういったユニティでショートアニメみたいなですね、世界に踏み込んできたのか、そのあたりをお話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ここからは実際に Unity の画面を使ってですねいろいろとお話をしていきたいなと思っております。まああのまあ、実写からキャリアをスタートさせた僕が、えーまあ、なぜ Unity でショータイニメを作れるようになったか要因はいくつかあると思うんですけれども一つはこの Unity というツール自体がですね結構あの実写 えー、ノが使えるというか実のののノウハウハがが、えー、そのまま使えるなというものがあります、まあ、これは 3DCG の世界にも共通して言えることかもしれないんですけれども、えーまあ、この画面を見てもですね、まあ、実際こういった空間上に、えーまあ、モデルを置けるで、えーっとまあ、自由にですね、まあ、360度こうやって見れるわけですよね実際にここにいるというような想定ですので。 でこれが通常の作画のアニメとちょっと違うところで、まあ通常アニメ作品というのは作画のアニメですと、根、ま、底、あ、を切って、その根底をもとにアニメーターがどんどん絵を作っていって、まあ背景も含めですね。で、実際にアニメーション付けをしていって、映像になるというものがあります。故に、根底で決めたことっていうのは、後から直すことが基本的にはできないんですね。 えやっぱりコンテでえこれぐらいの動きでキャラクター動くとかえ背景とキャラクターの位置関係はこれぐらいだとかえカメラはこの辺から撮ったようなレイアウトになりますとかえそういったものをえまあ要は設計図ですのでえまあそれをもとにもう多くのスタッフがえ絵作りをえ開始しますからえ後からあやっぱりもうちょっとカメラの位置変えたいなとか言ってもそれは戻れないわけですね。 ですが、えー、と実写の世界ですとやっぱり現場に行ってカメラを構えた時に、えー、あやっぱり役者さんをこっから撮るよりもこっちから撮った方が、えー、まあ背景とのなんていうんですかねあの調和もあって、えー、いい絵になりますねじゃあ変えましょうっていうのは多々あるんですね、まあ、それがこのユニティでも同じようにできるということになりますでしかもリアルタイムでこの空間上にライティングですとか背景のものも 実際にある状態ですのでカメラを構えた時にこの背景がこれぐらいのところにある、まあ、影はこういう感じで入る光の影はこれぐらいだとかですねそういうのも全部見れるわけですねで、えー、じゃあ例えばこのスポットライト、まあ、これちょっとなしにしたらどうなるとかあ,あこういう感じで絵が変わるのねとかそういうのも見えるようになります、まあ、リアルタイムでありなしも決められますし角度ですねあのもうこういう感じで 決められたりもするのであのもうもう本当にどういう絵にしようかとかいうのをですね自在にその場で見れるっていうのが非常に強みでかつ、まあ、実際ねあの、まあ、こういう例えばツーショットの絵からスタートしたいと思ったんですけれどもあやっぱりこの、まあ、変な宇宙人のキャラクターですけれどもこいつのワンショットからスタートしたいなみたいなのも後から決められますし。 まあ、例えばそれこそ Unity ですと、えーまあ、カメラワークとかもですねあの作れますので、えーまあ、こういう感じで,でちょっとじんわりと,、えー、とカメラを動かしていってカメラワークつけて、えー、最終的に、えー、この女の子に向けたいとか、えー、こういうのも実際に動かしながら、えー、やることができます、えー、戻りやすいんですよねミスがあっても戻れる、えー、全部書き直しってことがないので 作画のアニメの場合はそういった検証ごとがなかなか難しいと。でこのリアルタイム性ですねこれがやっぱり非常に強い部分でして特にこう小規模なスタジオですとか、まあ、ミニマムでの制作体制で作る場合っていうのはこれはまさにこうパソコン一台と僕一人で今作ってますからこういう感じであのフレキシブルにですね 絵作り指示書みたいな V コンテみたいなものが作れますからこれをスタッフに発注してこういう感じの絵を作っていきますみたいなものがすぐできるのが強みだと思います、えー、では実際の画面を見ながらちょっと、えー、僕なりのやり方になりますけれども、えー、ご説明したいと思います、えー、まあ映像的に言うとですね えまあ何をするかっていうとまあカットを積んでいくえっていいますけれどもえカットをですねどんどん撮影して映像素材を作っていってそのカットをえつなぎ合わせてまあこれは編集あの普通のソフトですねえーまあアドビのプレミアですとかえまあいろんなソフトありますけれどもそういうのでえカット編集をすると。 いう流れになっておりますなのでユニティ上ではですねそのカットを積むという作業になるんですが一つはまあこのキャラクターですねモデル、まあ、これはちょっとセルルックのキャラクターを、えー、採用してますので、まあ、こういったような表現になっておりますがはいで、えーとまあ、こういった下準備キャラクターと背景とライティングともろもろ が済んんだ後に、まあ、実際アニメーションをつけけていくんですけれども作品によってそのキャラクターのアニメーションをモーションキャプチャーという方法を使うのと、えー、手付けのアニメーションを使うって、まあ、大きく分けて2つ、えー、になると思います。この作品は手付けアニメーションという部類なんですけれども、まあ、もう一つモーションキャプチャーと、えー、いうものになりますと、えーまあ、実際にねモーションアクターが、えー、こうモーションを アクションを取って、その撮影して、そのデータをこのキャラクターに流し込むっていう作業になります。で、こちらの作品、えー、まあ、ひまひまというショートアニメなんですが、えー、この作品に関しては手付けアニメーションということで、ここの、えー、タイムラインというか、えー、クリップエディターとありますけれども、えー、っと、この、えー、ウィンドウの中で、まあ、アニメーション全部こうつけていってるんですね、これすべて。まあ、指さしているところからちょっとこう、こっち向いたりとか、えー、っていう感じですね。 なので、まあま、あ宇宙人が喋ったりとかえすることに対して、この、こっちの女の子がこうリアクションを取ったりとかするみたいな。はい。えー、そういったものをここですべて、キーフレームを打ってですね、やります。で、その時に、ここの音声ですね。このキャラクターの音声。今ちょっとですね、音声は流せないんですけれども、この音声に沿って、キャラクターを動かすと。 まあ、セリフに合わせせてアクションをさせる通常のアニメですと、えー、まずはですね何ですかねアクション、えー、動きを決めてお芝居させてそれに対して声優が、えー、アフレコをする、えー、っていうやり方なんですけどもこれはまあ先にプレスコっていいますけれども、えー、キャスト陣の、えー、声優さんの芝居を取ってその音声をも、えー、とに手付けでその言葉にお芝居に合わせて、えー、アクションをしている。 っていうようなやり方を僕は撮っております。アニメーションが全て整いましたら、まあ、実際カットを積んでいく、まあ、カットを取っていくっていうような流れになります。まあ、例えば今こういったですね、えー、2人が会話してるシーンですので、えー、上手から、えー、こっちから女の子を狙って、えー、撮っている画角でやると。で、その時に、えーまあ、カメラ位置ですね、本当にこうやりながら、えーまあ、もうちょっとこうしようかなとか。 こっちからやっぱ狙いたいなとかなんですかねこういうまあものプロップからちょっと舐めた状態でずっとちょっとクレーンっぽく上がっていきたいなとかそういうのもリアルタイムで見ながらやりながら決めていけるっていうところが非常にメリットかなと思いますでそれに対して背景をもう一回作り直さなきゃとかキャラクターの絵を全部描き直しですとかも一切ないです先ほどやったようにこういったアニメーションもうでにもう決まったアニメーションが もありますので要はもうこのキャラクター役者はずっともう OK が出た芝居をやり続けているそれをカメラマンが自由に何度でもバーチャルな空間で撮っていけるいろんな角度から撮っていけるなので非常にですねこう、まあ、効率はいいのかなと思いますあとはもろもろ設定が全て終わりましたらじゃあ実際にカットを撮っていきましょうとこう タイムラインを動かしながら、えーま、キャラクターが動いていく様を、ま、こっちの、今はこのこっち側のカメラで、えー、女の子を狙った、えー、ショット、いうので、こう、撮っていきますと。で、まあ、音声はちょっと流れてませんけれども、えーね、あの実際はこんなやばい顔して、えー、面白い芝居をしていますというのを撮っていきますと。はい。で、えっと、まあ、その後に、じゃあ今度は、 またね別の角度から狙いたい例えば切り返しましょうとかいうようなところが今度ありましたらまたこうやって狙ってですねちょっとあれですので、まあ、適当ですけれどもこうやって今度はこっちからカメラで狙っていきますと。はい まあこういう感じでですね、まあ、いろんな角度からカメラ位置を変えたりとかしながらアニメーションつけたものを撮っていくっていうようなのが大体基本的な流れですかね。まあ、ということで、まあ、こんな感じでちょっと簡単ではありますけれども、基本的には 3D の空間にキャラクター、背景、ライティング、その他もろもろ準備をしてセットアップする。その後にアニメーションつける。 まあこれはモーションキャプチャーだったり、えー、手付けのアニメーションだったりというのが、えー、あります。でカットを取っていく。で素材をどん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 集めて、えー、それを実際にカット編集して、えー、1本の映像にして、まあ、もちろんそこには音楽ですとか、えー、SE ですとか、えー、まあそういったものあるいは他にもですね、あのー、実際にこの映像はまあ素材 でしかないので、えー、プラスアルファですね、まあ、カラーグレーディングですとか、まあ、ユニティ上でもできるんですけれども、もっと追い込んで作りたい場合とか、まあ、他のまあ、ダヴィンチリゾルブも含め、えーまあ、プレミアとかでもできますけれども、えー、いろんなそれぞれのソフトで、えー、仕上げをしていくっていう感じですね。いうのが、まあ、本当に大まかですけれども、大体の流れになります。はい。 えー、ということで、いろいろとお話をしてまいりましたが、えーまあ、元々、えー、実写の世界で、えー、映像をやっていた僕が、まあ、アニメーションの作品、アニメーションの世界に入って、まあ、そこからユニティに出会って、で、今はこう、まあ、新しいアニメーションの作り方といいますか、えーまあ、新しい表現方法、この辺を模索しているという状態でございます。 まあ小規模なスタジオですとか、ミニマムサイズのえ制作体制でえまあアニメーションも作れるようなえ時代になってきましたので、こういうえと制作のノウハウをですね、どんどん広げていって、同じようにですね、Unity を使って映像作品を作れるようなえ環境がどん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 え広がっていけばですね、もっともっと ま、今度はですね、まあ、大規模な作品というのも作っていけると思いますので、まあ、すでに、あの、まあ、テレビアニメなどでも、えー、使い始めておりますので、もし、え、この講演をご覧いただきまして、え、興味を持たれた方、え、企業の方、クリエイターの方、え、いらっしゃいましたら、何かご一緒できたら嬉しいですし、まあ、新しい映像制作、え、表現方法というものはですね、まあ、どんどん、あの目指していきたいなと思っておりますので、え、今後ともよろしくお願いいたします。 本日はどうもありがとうございました。